はい、お疲れ様です。せんなりです。今来てるのがですね、牧崎公園、行きの牧崎公園に来ております。こちら何があるかと言いますと、めちゃめちゃ景色がすごいです。ですね、鬼の足跡ってあるんですよ。ちょっとその鬼の足跡をですね、見に行きたいと思います。じゃあめちゃめちゃ、そしてなんていうかな、こう整備されてるか分かりませんけど、高原っぽいんですよね。まあここもね、リアルドラクエですね。リアルドラクエで結構こうほらすごいですよね。原っぱが今はね茶色ですけど、夏になったらまたこう青くなります。でめっちゃなんかこう高原なんですよ。でまっすぐ今こう歩いてるんですけど、はい、歩いてまっすぐ向かっております。ここら辺かな。でもうすぐ来ますよ、鬼の足跡。風が吹いてるときはこうやばいと思います。近寄らない方がいいと思います。で見てうわってなるんで気をつけないといけないですね。ホス、あ、ちょっとゴミがちょっとゴミが見えるな。潮がこう入ってきてるでしょ。で潮が入ってきて、この辺りが水が溜まると足跡に見えるんですよ、上から見た時に。で上がめっちゃ崖なんですよね。もう崖に切り立ってます。ちょっとこう気をつけないといけないですね。でね、降りられそうなんですけど、降りたらねもう怖いんで、もう怖いし、やばいですね。もう降りられないですよ。多分でも降りていく人もいると思うんですよね。こんな感じです。やば、もう怖っ。こういう感じですね。で今日はね風がそんなないからいいですけど、昨日めっちゃ春一番が吹いた時はもうここにはね、これやばいと思って来なかったっすね。でちょっと上の方に行くと景色もめっちゃ綺麗なんで、そっちの方にね行ってみたいと思います。で上から見た景色も足跡みたいに見えるんで、そこまでですね歩いて行ってみたいと思います。寒っ。上からね見ないとね。あ、この辺に来ると風がやばい。あ、やばい、風がやばい。こんな感じです、景色。わー、こっちからね見た時がめっちゃ怖いんですよね、上から。やば、あ、やば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 。こんな感じです。ちょっと落とさないように気をつけますけど、見えますか。やばいやばいやばい。うわ、怖。こっちから見るとめっちゃ怖いんですよね。なんでやろう。向こうから見た時そんなないんですけど、やばい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 。もう足がすくむよ。戻ろう。もうやばい。なんだろう、なんでやろうね。いつも思うんですよね。さっきのポイントから行った時はそんなないんですけど、このポイントから見るとめっちゃ怖いんですよ。ここですね。今写真を撮ってるよ。なんだろうね。わあ、めっちゃ綺麗。
いやー、夕日がね、多分あっち側の方に沈むと思うんですけどね、太陽が。いやー、モンスターが現れそうっすね。寒い。ちょっと崖の方まで行ってみましょうか。あー、この辺が濡れてるってことは、潮が多分ね、この辺まで来るんすよ。来ると思いますね。ほら、濡れてる。上でね、写真撮ってらっしゃるんですけど、足がね、立ち組みそうよね。つくみそう。おい。まあ、この辺までかな。これでこの辺までやろな。やばいな。落ちないように気をつけたいと思います。わあ。いや、池の端っこはすごいっすよね。景色が。よっしゃ。さっき上から見たポイントがね、今ちょっと、ここですよね。で、こういう外側の海がこんな感じになってます。こういう感じです。あの辺マジで、ね、怖いんですよね。ようそこに立ってられるよねと思うくらい。ようそこに立ってられるよねと思うくらい。なんでやろうね。やっちゃ怖かったですけど。ああ。もうあそこはもう、やだ。見方、目の差、なんかな、見方なのかな。見え方なのかわからないですけど。で、まあ、この辺がね、さっきのポイントが鬼の足跡ポイントですね。ね、今ちょっと潮が引いてたんで、足跡っぽくなかったですけど、潮が見た時はマジで足跡っぽく見えます。足でね、こう潰してグハッて押されたようなポイントになりますね。見えますね。わあ。こっち行ってみますか。一個ずつね。なんかね、ゴリラかな、ゴリラ岩みたいなのもね、あるって なってましたけど、多分この辺だと思うんですけど。いや、あれかな、ゴリラ違うかな。わかんねえ。ちょっとなんかゴリラっぽく見えたって思ったんですけど、わかんねえ。あれ、これですけど、違うかな。違うよね。やばいやばい。まあ、崖ですね。崖になりました。ここでタコ上げとしたらなんかね、飛んでいきそうやけんね。怖かよね。自分も飛んでいきそうやもん。いや、ラブラブとお散歩でこうしたらやばいかな。多分ね、どこ走り回るか落ちないように気をつけないといけないよね。原っぱはね、遊べると思うんですけど。ああ、こっちも景色、ほら、こっちが見えやすいかな。なんかね、チルとかいそうっすけど、もう魚釣りしてから落ちそうやもんね。ああ、ちょっと危険なポイントになりますね。まあ、地層とか好きな方はこういう地層もね、見れて面白いかもしれませんね。寒い。まあ、ぼちぼち
帰っていきたいと思います。この原っぱがねマジでドラクエ。こっから落ちていきそうやもんね。こうゴロ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 って落ちていきそうやもん。で、あーってなんかやられそう。落ちていったら行くなら、こうちょっと遠回りしてこう向こうの方にですね行くなら、はい、寒い。よし、じゃあぼちぼちね帰っていきたいと思いますけど、まあせっかくなんでちょっと向こう側ですねまでちょっと今回は歩いてみたいと思います。初のこっち側まで来たことあるんですけど、あっち側は行ったことないんで、はい、じゃあここ鬼の足跡、はい、さよなら、またいつか来るよ鬼の足跡。ここですね、鬼の足跡、鬼の足跡。どういう感じで行けばいいのかな。こっから行けるのかな。こっから行けるよね。行ける。やばい。走ったらこける。走ったらこけるよ。よっしゃ。ああ、上りだ。この上りになります。よいしょ。はい、また下って上りよ。うわー、入ったうわーさあ、マスク取ろうか。やばい、景色がすげえな。あ、こっちももう行き止まりですね。あ、行き止まりになりますね。あ、ちょっとそこの先っちょまで行ってみますか。なんか鳥乗った。砂あるかもしれませんね、この辺に。木の中にね。メジロか。メジロの砂あるかも。何やろう。この植物、何だろう。ちょっとこう渦巻いてますけどね。ほら。マジで気をつけないといけない。リアルドラクエだけど復活できんけんね。やばい、こんな感じです。あー、そこら辺もなんかね色が違うから岩があるかもしれませんね。ほう、すごい、こっち。いやー、個人的にまたねバイクで行きたいな。行きまではですね、フェリーで行くか、佐賀の唐津からですねフェリーで行くことができます。長崎からは飛行機ですね。だいたい1日に2便です。
朝と夕方。フェリーの時間まではちょっと覚えてませんけど、フェリーも多分2本か3本しかないんじゃないかな。あ、今ね太陽が光って、ほら綺麗ですよ、ほら。あ、これめっちゃ綺麗。あ、島原に帰ったらまたね、島原の動画やりたいなと思います。来週、今週はもう無理かな、忙しいから。来週行こうですね。もうちょっとこんくらいね、手を伸ばしたこんくらいの距離がいいかもしれませんね。あのスマホのなんだっけ、この棒。よいしょ。いやー、ラブ連れてきたいな。ラブ走るかな。転落注意って書いてある。あっち何やりました？あっちも結局崖ですね。うん、端っこですけど。鬼の足跡はこれですよ。鬼の足跡はこれ。これです。風がだから。はい。あっちから見えたらちょっと見えやすいんですけど、でもあっちが危ないです。危ないですね。あ、はい。そこ住んでないから。そうそうそう。あっちから見るとちょっと本当怖いんですよ。あ、そうだよ。はい。はい。じゃあぼちぼち帰りましょうかね。よし、いいんじゃないですか。20分17分か。じゃあ帰って、今日は温泉宿泊地になります。仙石荘さんという、お宿になりますので、今日と明日泊まって3日目、あと3日ですね。で、夕方帰りたいと思います、長崎の方へ。いや、綺麗かったな。綺麗なんですけどね、めっちゃ綺麗なんですけど、風があると怖いんだよね。大丈夫かな、さっきの方。一人かな、落ちんよね。それが気になる。それが気になる。おい、大丈夫か。じゃあ一旦ここでちょっと止めて様子見て帰りたいと思います。まあ、その全然変なことはないと思うんですけど、気になるだけなんで。じゃあ千成でした。千成散歩ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。